アリーグブルージェイズ、レッドソックス、2024年6月17日、トロント。ドジャースの大谷翔平投手、29、が17日、日本時間18日、敵地でのロッキーズ戦に、1番 b h で先発出場。第2打席で右前敵地打を放った。初回の第1打席は夕頃に倒れたが、2回、2試2塁の第2打席はフルカウントからの6球目。 スプリットを振り抜くと、鋭い打球が右前へ。二塁走者、ロハスが生還し、追加点を奪った。さらに自打者スミスが右翼線へ適時三塁打を放ち、大谷は一塁から一気に生還。三点目のホームを踏んだ。前日16日、同17日のロイヤルズ戦は第二打席で中堅左に18号を放つと、第三打席で19号。 今季2度目の1試合に本塁打をマークした。同戦ではベッツが左手に子宮を受け骨折。この日、負傷者リスト、IL 入りが発表された。この日は離脱したベッツに代わって、1番で今季2度目の先発出場。前回1番打者を務めた5月18日、同19日のレッズ戦は4打数無安打だった。大谷は前日の試合後、ベッツの骨折を受け、 タフな瞬間ではもちろんある欠かせない選手、早期回復を祈りながら、みんなでカバーしていくしかないと発言。その言葉通り、試合序盤から打線がつながりを見せ3点を奪った。